どうも、木下ゆうかです。今日は昔の懐かしのボンタン飴を食べたいと思います。昔からある飴。水飴と砂糖ともち飴が入っと、飴っていうかさ、お餅みたいですよね。オブラートに包まれてます。オブラートに包まれてるんで、そのまま食べます。ここ箱から出してそのまま、おいしい。南国の澄み切った空から太陽の恵みを受けて実るボンタンは最も大きなみかんです。その香り高い風味を生かして本品は製造されました。ボンタンってでも食べたことない。南国にしか取れないのかな。なんかこれ、私味がこれオブラートに包まれてるけど、味がせん、なんかオブラートの中にほんのり甘いもっちりしたボンタン味の飴が入っとって、私結構ボンタン飴って好きなんですよね。でもあんまり売ってないけど、あんまり買わんけど、ボンタン飴で昔からあるってことは好きな人がおるんでしょうね。ずっと好きな人、ずっと買う人が。美味しかったです。またねー。